今日のなんでやねん、やっていこうと思います。阪神タイガース9月7日。いやー、今日が一生で一度のお客さんやったらほんまに、もうどうしようかな。もうダメ元で、返金してもらうところに列作ろうかななんて思うような、もうほんま試合でしたね。いやー、タイガース、ヤクルトに12対0でもう、チンチンにやられましたわ、ほんま。チンチーンって感じですね。ほんまにね、もう今日はもうなんでやねんって言わなあかんようなことがもう多すぎて、もう私大いに怒っております。今日は3つなんでやねんございましたんで、早速発表していきましょう。この動画は1回限りの編集なしで撮っておりますのでね、いきます。9月7日のなんでやねん、その1、スタメン、その2、野手陣、その3、中継ぎ、お、丸くんね、これもうほんまこの3人なんでやねんということで、早速行ってみましょう。1個目、まずスタメンですね。今日もスタメンにですね、こちら見ていただくと、近本、中野、糸井、マルテ、糸原、大山、7番、ロハスジュニア？うん。7番のレフトに、今日先発、青柳さんですって。前回中日戦で5失点した時のレフト誰ですか？ A、ロハスジュニアでしょ？ねえ、ずーっとね、タイムリーなかった高橋周平くんに、レフトにハーフライナー打たれて、あれ手に当ててエラーやったのに自責点5になって、もうしっぽい顔してた青柳くんが、よりによって、あの悪夢の5失点、防御率セリーグ2位に陥落以来のこれ、5失点ですよ、今日も。7番レフトロハスジュニアの時点でね、これ、何のプレーなんて思いました、ほんまに。うん。ほんまにね、これ、フラッシュバックしましたよ。間違いなく。もうこれね、ロハスジュニアの悲劇ならぬ、ほんまにね。皆さん覚えておいてください。もうフラッシュバック、ロハスジュニアです、これ。スタメンで、ロハスジュニアを、ね、レフトに、青柳投手の時に使うのは、やめなはれ！ほんまに。その、傭兵、なんでやねん。はい。一つ目のなんでやねんはそちらです。で、二つ目ですね。野手陣。まあ、こんだけのね、スタメン引いたわけですから、ライト糸井、ね、レフトロハス。野手陣ヒット2本。2本？もう2本ってもう、それこそ、ま、大山くんのヒットみたいなのもあれもエラーになってしまったんで、結局2本ですけど、あの、ジャイアンツとの3連戦何でしたの？ほんまに。びっくりするわ、野手陣。なんでやねん。そして3つ目ですね。中継ぎ。これ見えながらや、これ。ね。6回、7回、8回、9回でこれ、7点取られてますよ。ほらもう、これ6点で止まっとったらまだ、6回、7回で4点、2点であるかななんて思ったけど、あるかこんなもん、ほんまに。7点も中継ぎが取られたら勝てるか。そして、もう、実名、小野くん。もう、小野くんはほんま、これもやん。ピーやで、ほんまに。ほんまに今日は小野くん、ええ球投げてんのにもう、なんかワクワクドキドキしてんのか知らんけども、ほんまに。なんであんなに点取られてまうの？頑張りてや、もう。君のポテンションを、一番知ってんの、俺、ポテンションって何？ポテンシャルです。はい。ということでですね、今日の三つのなんでやねんは、スタメン、野手陣、そして中継ぎ。スタメンはちょっと守備重視で言ってくださいよ、矢野監督。ね。甲子園は守り勝ちましょう。二つ目の野手陣、奮起しよう。ね。マルテもやる気なかったし、サンズも見逃し三振してたし、ロハス、サンズ、見逃し三振、ダブルで、やかましいわ、何そうねんって話でしょ、ほんまに。はい。で、中継ぎ、ね、最後に湯浅くん。もう、ファンもずっこけたよ。うん、あなたも投げてこけたけど、ファンもずっこけるような今日試合やったんでね。ぜひ、ちょっともう気合い入れてやってもらえないと困りますぜ。はい。ということで、今日のなんでやねんはこちらでございました。ああ、ほんまに、すっきりしたわ。これでもタイガース、今日、負けてもうたから、まあ、ほぼ見えてへんけど、12対0で負けて、青柳さんがまさかの連敗、ね、まあ、前回負けついてませんけど、明日の伊藤くん、まずアメリカって、ヤクルトにも勝とう！
そっからやで。なんでやねん。